はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。信長の野望創造の続きをプレイしていきたいと思います。シナリオは長篠の戦いのシナリオで、ここまでの状況ですが、長篠の戦いで織田徳川連合軍を破った武田勝頼は現在信長に対して大反抗作戦を進行中。現在信長を追い詰めつつあるという状況です。ただ未だ信長健在、織田領強大というところですので、引き続きですね、信長の領地を削っていきたいと思います。で、現在の勢力図ですね、見ていきたいと思います。まず九州は島津、半分ぐらいをすでに、抑えている状態。さらに中国地方を完全に抑えているのが毛利、兵力6万2千という大勢力です。四国は長宗我部、こちらはまだ兵力2万というところですね。そして信長が兵力2万8千と、すでにこの大きさ、この規模になっています。ただ武将151を超えていて、優秀な家臣団健在というところですね。そして武田、拠点44、武将93、総兵力10万というところですね。そして、同盟国である上杉、そして北条、さらには本願寺というところと共闘して、現在織田領を進行中というところです。それでは早速続きをプレイしていきましょう。まずは進行の指示を出します。本来であれば安土城を一気に攻めたいんですが、安土城はやっぱりねかなりでかいので、安土城の進行の指示はやめて、当面はその周りの城を山形正景の軍団に攻略させましょう。馬場信春は長野城に進攻させます。我らに撃てぬ敵はありません。敵将捕らえました。いざ戦へ。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。そしたら武田勝頼はさらに敵の奥深くへと進行していきましょう。伊賀上野城へと進行していきます。その通りにいたします。敵将お化けした。出陣します。出陣するぞ。戦場へ参る。我が策、戦場を制す。我に打てぬ敵なし。お、だいぶ敵が信長を見限ってこちらに組みするようになってきてますね。捕獲した人間が。ここが貴様らの地獄よ。命令ください。報告いたします。そして東の方がどうなってるかというと、東もだいぶ抑えてはきてますね。さあこのままの勢いで一気に二条五所も抑えてしまいたいぐらいなんですが、五将はさすがに攻められないか。安土も難しいというところですね。ただ五将に一応兵は差し向けましょう。逃げたければ逃げなさい。敵将捕獲しました。騎乗します。
承知いたしました。出陣する。信長隊を打ち破ったということは、まあ、信長と合戦したんですね。信長は伊賀上野城にいたのか。皆我に続け、我が軍略お見せしよう。出陣します。そしたらここでだいぶですね、表情を始めましょう。報告いたします。領地が広がってきましたので、一旦軍団を再編成したいと思います。まず第一軍団はこの関東方面の軍団ですね。この水戸城を拠点に攻めてもらいましょう。真田信綱に指揮を取らせましょう。そして第二軍団が対信長方面の最前線。ここはどこを本拠にするかというところがあるんですが、まあ最前線に当たるところがいいと思うんですけどね。まあこの長浜城にしておきましょう。長浜城はね、堅牢な城ですし、本拠地の城になってますから。そしてここを指揮させるのが、西科にしようかな。荒木村重はね、まだ信長から離反した新参者なので、まだ任せるわけにはいかない。そしてその信長を攻略する西科の軍団を支援する部隊として、まあここはね、直接合戦をするような部隊にはなっていないので、まあ、官僚向けのところがいいかなと思います。で最後、まあ、ここはどちらかというと、もうひたすら兵糧を作っては各部隊に送り届けてもらうというのが役目になると思うんですが、その部隊の指揮を秋山に取らせましょう。でですね、最前線の方に優秀な武将を、配置しておきたいので、前線に武将を送っていきたいと思います。優秀な武将がどこにいるか簡単に調べられればいいんですけどね。これぞという武将がなかなかいないですね。まあしょうがない。これでなんとか乗り切ってもらいましょう。もういよいよ安土城攻めに入ってるな。戦へ参る。我が戦お見せしましょう。ここは貴様らの地獄よ。敵将捕らえたり。桐山御所か。桐山御所を行くぐらいだったらどうかな。二条御所を攻めた方がいい気がするけど、御所攻めにかかりましょう。御所を抑えられれば
いよいよ信長がその通りにいたします。天下人ではなくなったということを知らしめることができます。承知いたしました。表彰を始めましょう。報告いたします。報告いたします。攻略目標とかをねちょっと設定するのを忘れてしまっていたので攻略目標を決めます。もちろん織田です。で、外交もね、いよいよ強化していきたいと思います。この鈴木さんはちょっとね、配下にそのまま組み入れたいんで、鈴木さんには工作を働いてもらいましょう。で、あとはこの敵視している連中をどうするかというところですけどね。敵の連合になっているところはどうしようもないので、この赤松はこれあれですね、去年の大河ドラマ黒田官兵衛にも出てきた大名家の一つですね。五着5勝攻め。おお、そして安土城がこちらのものになりましたね。我に打てぬ敵なし、敵将捕らえたり。そしたらこの5勝を回戦で一気に攻め取りましょう。敵の兵力は685。まあほっといても勝てるな、これだったら。不破三春です。この武将は、前田利家とかと同じく柴田勝家のね、傘下に入って、本来だったら上杉と戦をしていたはずなんですが、ここではね、長篠の戦いで逆に信長を打ち破りましたから形勢が変わってます。行きます。逃げるなら今のうちよ。ここで五章を一気に攻め落とします。出陣するぞ。五章を焼き打ちにしましたね。安土も取ったし、もうこれでこの近畿一帯から信長を駆逐するのも時間の問題ですね。
その通りにいたします。ここで九州地方でイベント、同節のイベントですが、まあここは信長と勝頼にはあまりまだ関係ないので飛ばしましょう。命令ください。報告いたします。先月の収支です。出るぞ。出陣する。お、前田刑事がこちらの軍門に下りましたね。出陣するぞ。出るとするか。敵将お待ちした。出陣します。城が取り囲まれました。出るぞ。我が戦お見せしましょう。お命令ください。報告いたします。ここで戦してるのは織田と鈴木がぶつかってますね。ここも織田と鈴木がぶつかってんですね。よし、この混乱に乗じてさらに勢力を伸ばしましょう。ここは貴様らの地獄よ。取り囲め。だいぶ兵力が充実してきたのに合わせて武将も増えてきましたね。信長から分取ってます。お見せしましょう。始めましょう。報告いたします。何なりとお申し付けよ。ここは毛利と結んでおきたい気もするんですけどね。交渉とは結んでおきたいので、この後北条には使者を出しましょう。使者は出せないかとなるとこんなもんですね。で、一旦ちょっと信長の勢力を見ると、もう信長は9000しか兵持ってないのか。厳しいだろうな。そうなると信長の領地に一気に侵攻してもらいたいところなんですが、というわけで大名直轄領から兵を出しましょう。隊を派遣します。もう信長の武将を抱え込むというのが一番の目的なので、他の大名に信長の息の根は止めさせないということですね。
いざ参る。出陣するぞ。敵将捕らえたり出るぞ。必ずや勝つ。敵将捕獲した。表情を始めましょう。よし、東の方はもう軍団に完全に任せて、今は信長の方に集中しましょう。敵将捕獲した。我が軍略お見せしよう。我が戦お見せしましょう。逃げたければ逃げなさい。敵将捕らえたり。残りの信長の城が報告いたします。おそらくここが一番最後になりそうですね。なのでこの黒井城を押さえておきたい。そしたら赤松ごときに、まあ官兵衛とかがいるにせよ、信長が攻められてるんだな。残る信長型の城が黒井城、そしてこの今ここはもう攻め取れそうなので、先にですねこの黒井城を落としてしまって、承知いたしました。完全に信長を追い詰めちゃいましょう。お任せください。敵将捕獲した。出るぞ。出陣する。ここは貴様らの地獄よ。敵将捕獲した。どこで敵にやられてんだ。お味方が捕獲されました。どこよ。どこで劣勢になってるんだ。情勢がつかめないでいるのが一番危険ですけど、どこの城が取られたと言ってんだろう。まあでも気にする必要はないよな。小峰城がどこにあるんだ。というのは ちょっとどこの城を指しているのかがわからない、まあ、ちょっとね今は信長の方に集中しましょう。お助けいたします。ご命令を報告いたします。報告いたします。もう連合は結べるほど信長の勢力が強くないので、小峰城がどこかすごい気になるけど、ここは一気に信長の
意義の根を止めましょう。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。敵将捕らえました。続きなさい。回戦を仕掛けましょう。信長に対してこれが信長の最後の勇士になるでしょうと。進め。お任せください。信長が指揮するのがもう200か。兵力がなんかちょっと悲しいですね。承知いたしました。お、信長の三段打ちだ。天界の道が これが我が魂、我が覚悟。敵将捕獲したぞ。そしたらですね、外交で表彰を始めます。報告いたします。まずは鈴木に対しては引き続き、赤松に対しても引き続きですね。なので同盟を結んでいきたいと思います。まずここは従属させましょう。意識は筒井も従属させられるんであれば従属させます。本願寺とは同盟関係にある。北条とも同盟関係にあるんですが、北条とあんまり関係がよろしくないのか。派遣して同盟を強化しておきましょう。さあこれでいいですね。逃げたければ逃げなさい。敵将捕獲しました。逃げたければ逃げなさい。よし、織田をこれで滅ぼしました。敵将捕らえました。そしたら遠征軍は一旦引き上げです。戻ります。帰城します。よし、筒井を切り従えて意識も切り従えましたね。養生に迎えよう。これで何かイベントが始まりましたね。何か高いものを買わされそうな予感がする。茶碗を交わされそうな感じがしますけど。ああやっぱり茶入れですね。これはこの3つを揃えろっていうんだな。はい、頑張ります。って言っても誰かが持ってるからその大名を倒さなきゃいけないですよね、きっと。
ご命令を先月の終始です。報告いたします。信長を倒したのでこの後どこを攻めるかというところですけどね。まずは開港で鈴木さんを攻めちゃおうかな。騎乗する。騎乗する。真田正幸信行、この辺りは迎え入れましょう。秀長も迎え入れます。利家も迎え入れる。基本的に、織田の一族以外は召し抱えるつもりです。これでだいぶ戦力が充実しますね。表情を始めます。報告いたします。そしたら赤松とは手切りにしましょう。手切れです。今停戦になってるんですよね、きっと赤松とは。なのでちょっと待ってくださいね。かしこまりました。別所家、別所家とも戦っちゃいますよ。別所家と敵将捕らえたり、助太刀いたしますぞ。表情を始めます。報告いたします。赤松を攻めさせましょう。毛利がかなり侵食してるな。信長は殺します。すげえ、めっちゃ武将が増えるなこれ。信孝も殺します。信康も殺す。長政も殺す。信孝殺す。東北地方ではなくて北陸地方では信玄が死ぬか。信玄じゃない、謙信ですね。謙信も死んだ。影勝が大名になりましたね。お盾の乱じゃないのこれは。
そうだな。影虎ね。金継ぐ。なんだろう、金継ぐが何かしてくるんじゃないかな。やめてくれよ。北条と今手切りにはしたくない。上杉からの使者、まあ会いましょう。一会うだけ。影勝と同盟、いいけど北条とはどうなんだろう。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。とりあえず何もなかったことになってるな。そしたら大名の直轄部隊は鈴木家を攻めましょう。で、援軍として筒井の部隊とかにも兵を出させます。まああまり戦をしてなかった鈴木はやっぱり兵力が城に充実してそうな感じですね。よし、これでいいでしょう。敵将、捕獲した。命にするな。生きるのだ、敵将。捕らえたり。皆、我に続け。城が取り囲まれました。どこが取り囲まれたって？何？北条と戦になってんだな。そしたら軍団の方に指示を出しましょう。後で。今北条と手切れになるとかなり苦しいですけど、しょうがないですね。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。で、ここの2つの軍城でなんとか持ちこたえてもらうっていう感じになりそうですね。よし、これでいいだろう。
上を始めましょう。報告いたします。1582年、この年信長死ぬはずだった年ですけど、まあ間違ってはなかったですね。北条の部隊がかなり充実してるんで、このままだと北条に次々城を取られていってしまいますね。まずは援軍を要請しましょうか。この結城城に景勝の軍団を派遣してもらいましょう。我が方の城奪われました。出るとするか。出陣します。本願寺とは和睦をしておきます。敵将捕獲した。命にするなら生きるのだ。お、雪村が来ましたね。本願寺と戦するのはちょっとまだ早い報告いたします。報告感じがしますけど、ここで、失った信用をどんどん回復していかないと。伊達とも同盟を結んでおきたいな。小田原城は落とせないな。今こっちで鈴木、毛利、赤松、この辺りをね、駆逐していかなきゃいけない状況なので、我に打てぬ敵なし。赤松は初段。逃げるなら今のうちだぞ。出陣するぞ。逃げられはせぬ。出るとするか。ここが貴様らの地獄よ。命令ください。報告いたします。御用を受けたまわります。ありがとうございました。制作を取り行います。さあこれでいいでしょう。出るとするか。お助けいたします。敵将を捕獲した。どこまで来てるんだ。なんとしても北条を囲い込まなきゃいけないんで、北条を囲い込んで伊達と結んで東北も抑えて、できれば毛利に集中したいところなんですよね。ここは貴様らの地獄よ。敵将捕らえたり。ここは貴様らの地獄よ。逃げたければ逃げなさい。敵将捕獲した。官兵衛はまだ味方になってくれないんですね。小寺もダメか。又兵衛もまだですね。まあこれも時間の問題でしょう。
表情を始めましょう。先月の収支です。やっぱり毛利島津ここですね。この辺りを一気に攻略できれば征夷大将軍も夢ではない。城が取り囲まれました。囲まれたって大丈夫だろう。我が道を開けよ敵将。お待ちした。だいぶ兵力武将ともに充実してきた感じがありますね。止まれ。そしたらこのまま一気に毛利領で進行したいところなので、その前に鈴木を滅ぼしておきましょう。その通りにいたします。手取り城に直轄部隊を派遣しましょう。本願寺と戦になるって、まあいいか、もう本願寺とも開戦しちゃえ。もしどうしても本願寺と戦になるようであれば、それはしょうがないですね。我が戦お見せしましょう。助立ちいたす。ちなみに今の勢力は島津が4万近くに膨れてますね。毛利も前見た時は6万だったのが7万を超えている。そして上杉が5万、北条が7万。やっぱ北条強いですね。伊達が2万、最上が1万、芦名がもう滅びますね。徳川が3万、そして武田が23万と。まあこれだけ、差が出てくればね、まあ安心かなって感じはしますね。政策を取り行います。よし、このまま一気に戦闘範囲を広げていきましょう。報告いたします。表情を始めましょう。報告いたします。よし、手取り城を取ったので、このまま淡路島に上陸します。承知いたしました。それと並行して軍団を再編成していきましょう。
将、捕獲した。遊びは終わりだ。表情を始めましょう。軍団を一旦全て解散していきますと思ったんですが、軍団の再編成とかはね、ちょっとこちらの方でやっておきますので、長くなってきてしまったので一旦ここで、終了したいと思います。次回はいよいよ毛利と開戦することになると思います。